はい、皆さんこんにちは。今回もですね、ゴールドプライドを使っていくんですけども、ゴールドプライドを使っていく上でやっぱり一番強かったのは、正直オフリスコーピオから入っていくゴールドプライドですね。それが個人的に一番強いかなと思ってるんですよね。まあ安定性もろもろ含めればパンクだとは思うんですけども、オフリスコーピオをしっかり場に出すことのできるゴールドプライド、これが一番強いかなと個人的には思っています。なのですけども、このオフリスコーピオを場に出すっていうことが、まあ安定しない、安定しないんだったら安定させたらいいじゃないっていうことで、ですね、オフリスコーピオのサーチはこちらのビブリスプでできるんですけど、このビブリスプをどうやって墓地に送るんじゃいう話で、ランク3のエクシーズにはメディアスの言葉がいまして、地属性レベル3モンスター ×2 でデッキから、ビブリスプを墓地に送ることができます。でこいつをどうやって出すんじゃいう話なんですけども、今回は、こちらの超獣武者くんたちに来てもらいました。はい、超獣武者マジ何でもできますね。超獣武者を使ってメリアスの小玉を出して、その後、オフリスコーピオンにつないでゴールドプライドの展開を始めていくっていう形の、新型の制圧型ゴールドプライドを使っていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、ということですね、超獣武者を見せたらパリ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 割れていくんで、今回は、ソロモードで一戦見せようと思います。まずこれ初動としてはバイクから入ってますね。バイクから若牛につないでます。そのままビッグベン系、初動の形としてはバイクプラス若牛もしくは仲裁という形の初動かなと個人的には思っています。まあ別に 岩通しでもいいけど、バイクプラス岩通しもしくは若牛もしくは仲裁という形の初動になっていますね。で今回はオフリスコーピオもハンドにいるんですけども、しっかりとオフリスコーピオをサーチして利用していくっていう形の展開をしていこうかと思います。まあ、ハンドとしては理想的ですね。本来だったらまあオフリスコーピオが最初からハンドにいるんであればバロネスを立てに行くっていうルートを取るんですけども、今回はオフリスコーピオをあえてサーチしに行きます。で今のところ、岩投手を装備した、若牛でリンク召喚をすることによってカカシー、そこから隠密をサーチしていきます。そしてカカシーの効果を使ってバイクを蘇生、さらに仲裁をカカシーに装備すると、で、仲裁の効果ですね、仲裁の効果を使うことによってデッキからモンスターリクルートできるんで、ここに、影防止を特殊召喚していきます。さらに魔法トラップが自分の墓地に存在しないので隠密を特殊召喚しつつバイクの効果隠密のレベルを2上げていきます。まあこう見るとまあ今のところの世界で一番弱い超獣武者って感じですけども、まあいいでしょう。このデッキは超獣武者ではなくゴールドプライドということで、メリアスの小玉をエクシーズ召喚していきましょう。はい、でメリアスの小玉の効果を発動、オーバーリニット1つ使って、これオーバーリニットは別に何でもいいです。でビビリスプを墓地に送ることによって、ビビリスプからオフリスコーピオンサーチにつながっていくと、ここまでで召喚権を使っていないのでそのままオフリスコーピオンに入れるっちゅうわけですね。まあ手札コストにモンスターをちょっと、2枚ほど要求してしまうのでちょっとめんどくさいかなっていうところはあるんですけども、まあいいんじゃないということで超越融合サーチで、まああとはね、こっからゴールドプライドの展開に入っていきます。アンブロメリスを融合召喚していきましょう。まあフィールドがこのデッキ埋まりやすいので出す場所にはちょっとご注意くださいっていう感じですね。このまま、アンブロメリスの効果サーチしてくるのはプレデタープランターですね。今回はもうオフリスコーピオデッキから引き切ってるので、まあ、基本的にサーチ先はプレデタープランターしかありませんでした。はい、ということで超越融合の墓地効果、墓地から2体のオフリスコーピオそしてダーリンコブラを特殊召喚していきます。まあ、これによってね、ランク3にもつながるっていうわけですね。で、2体のモンスターでエクシーズ召喚、これでゴールドプライドの展開に入れるっていうわけですね。まあ、基本的にはここで5プライドサーチして、でキャプテンキャリー、あ5プライじゃないごめん、ベターラックだ、ベターラックサーチして、キャプテンキャリーにつないだり、ライフがもうすでに減っているのでローラーボーラーを墓地に送りつつリオンをサーチして特殊召喚するっていう形になっていきます。まあ、今回はキャプテンキャリーがすでにハンドにいるのでこんな形にしていきましょう。そのままプレデタープランターを発動と、まあ、プレデタープランターはねやっぱりサーチすると便利ということで、蘇生してくるのはまあレベル3モンスターなら何でもいいです。ビブリスプだけは勘弁してくださいっていう感じですね。まあ、ビブリスプでもいいけど、別にビブリスプだったらドラガイトが作れます。でもレベル3モンスターを蘇生すると、はい、ここで最強モンスターフルールドバロネスですね。レベル10もうね計算し尽くされたのかな、このレベル最強か。でさらにランク3モンスターが2体並んでるんで、ここから、未来王ホープにつながるということは未来竜王ホープにつながるっちゃうわけですね。まあインチキみたいな盤面ですけど、これのどこにゴールドプライドがいるのかはてみたいな感じではありますね。はい、こんな感じになっております。そしてキャプテンキャリーで、キャプテンキャリー今回はハンドにいたんでやってるんですけども、本来だったら、ゴープライドじゃなかった、チャリオットキャリーの時点でキャプテンキャリーを墓地に落として
で、ベターラックの効果で、リオンをサーチして、リオンからキャプテンキャリーを釣り上げるっていう形にしていますね。なんで本来だったらこのローラーボーラーはいません。こんな形。で、最終盤面がこんな感じですね。なんで、バロネスの何でも向こうが1回、ミライルウォーの、モンスター効果向こうが1回、そして、ローラーボーラーで融合召喚で相手のモンスター2体パクるのが1回と、リオンの融合召喚が1回、シングル召喚、そして、スタートエンジンで1回。で、まあ、ざっと5妨害ぐらいありますね。はい。なかなか強いんじゃないでしょうか。ローラーボーラーも結局スタートエンジンで持ってこれるんで、まあ、結構いいかなっていうふうには思っています。でもまあ使ってみるとさすがにバイクが強いですね。はい。まずはここから若牛から入っていこうと思います。はい。総兵出して岩投手をサーチで、岩投手の効果ですね持ってきて、カガシー特殊召喚、あ、リンク召喚、そして岩投手から隠密を持ってきます。でカガシーの効果バイク切ってバイクを蘇生で、仲裁を装備しつつ、仲裁の効果で、デッキから、影帽子をリクルートして隠密出して2体のモンスターでオーバーレイ、メリアスの小玉、この形ですね。で、オーバーレインって一つ入って、ビブリスプを墓地に送りつつ、のところで、サロニールを出されました。はい、めんどくさいですね。で、オフリスコーピオサーチと、まあ、とりあえずベータラック使ってキャプテンキャリー持ってきて、オフリスの効果、1枚切って、ダーリンコブラ。で、そのままチョイツ融合を持っていきましょう。チョイツ融合を打って、アンブロビリスを特殊召喚。そしてメリディスの効果でプランターを持っていきます。さらにチョイツ融合、発動していきます。発動していきます。そうって。発動していきましょう。で、ここはチョイス用語止められていきますね。バルワドレイク出てくるのはちょっとめんどくさいですけど、まあいいでしょう。プランター使いつつ、フルードバレンスをシンクロ召喚。で、なぜかここでね、相手バルワドレイク使わなかったんですね。なんか理由があるんでしょうか。バルワドレイクじゃないわ、バルドレイク。全然バルドレイク止めれたんですけどね。まあ、バロネスで無効にはできるんだけど、ちょっとここの意図はよくわかりませんでした。最後にリオンを出してキャプテンキャリーを特殊召喚しつつ、スタートエンジンをサーチ。で、2体のモンスターでオーバーレイですね。ですが、ここ、リオンの蘇生効果を使っているので、未来用ホープには繋がりません。次のターン用のベターラックを持ってきつつ、ローラーボーラーを墓地に落としてターンエンドと。まあ、これで、とりあえずキャプテンキャリーは出てきます。ただ、ここのドローがリオンだったんで、まあ、なかなかに終わってるんじゃない？小野田ちゃんっていう感じですね。では、ドリス姉様から入りますけども、スタートエンジンから入っていきましょう。キャリーとローラーボーラー、そしてリオンを見せていきます。出てくるのはローラーボーラー。ちょっと微妙ですね。はい、リュウマドの守護者から楽園融合。てかさ、これさ、楽園浅い人が使ってるんじゃないの ?47、8、9、10、50、50楽園。50楽園、ちょっと楽園浅くないちょっと楽園が浅いと思います。はい。なんで、ローラーボーラーから融合召喚ですね。ピンボーラー出して、2体装備して、そのままターンエンドですね。まあ、あれ、うん、いや、わからん。ちょっとさすがに楽園浅いと思う。さすがにね。で、ドローしてくるのがまたリオンですね。もうスタートエンジンは打てませんけども、このデッキはスタートエンジン1枚しか入ってないんであまり関係ありません。とりあえずバロネス割って、神戦、コブラ蘇生して、チャリオットキャリー号を出しつつ、チャリオットキャリーで次のターンのベターラックを次のターンか。持ってきて、未来用ホープから未来用ホープですね。まあ、あとは8000ライフを削り切るだけなんで簡単です。2体のモンスターでシンクロ召喚、ドラガイト。まあ、突破できんやろ。っていう感じですね。はい。なかなか強いんじゃないでしょうか。てかまあ、やっぱり超重武者が何でもできるっていうところが、このデッキのいいところではないかなと思っております。はい。ということで、デッキレシピですね。デッキの枠がブクブクに触れてしまった都合上、ベイゴマックスは抜いております。で、まあ、初動となるのが、バイク、プラス、若牛もしくは仲裁となっていますので、仲裁ガン積み、そしてバイクガン積み、若牛ガン積みとなっています。まあ、仲裁ガン積みするのはね、ちょっとめんどくせえけど。で、ギミックとして必要なのがビブリスプが1枚、そして隠密が1枚、デッキから引きずり出してくる影帽子が1枚っていう形ですね。で、あとはオフリスコブラの流れ。で、一応、オフリスコーピオンをすでに持っていることを仮定してガイアブースターを1枚させています。これで、バイクから入れば、とりあえずバロネスを先に立てつつ、オフリスコーピオンの効果を安全に通していけるっていうわけですね。まあ、あとはいつも通りのゴールドプライドですね。ですけどもナイトロヘッドは抜いています。どうしても2枚初動の関係上40枚に抑えたかったんですけども、まあどう頑張っても41枚でした。まあ気になる方は仲裁抜いてもいいかな。仲裁はいいか。仲裁抜いてもいいと思います。それで40枚にしても強いんじゃないかな。ですね。もう抜くカードはありません。勘弁してくださいっていう感じです。で、エクストラデッキはこんな感じ。パンパンです。はい。
まあこのデッキになって使わなくなったのがサイコエンドパニッシャー並びに、電脳解雇シェンシェンなので、このあたりを抜いて、リンクモンスターに寄せたりだとかアーゼウスを積んだりだとかはありと思います。まああとはドラガイトの出番がやや減ってしまったんで、このドラガイトも抜いていいんじゃないかなっていうところではあります。あとレトルトフュージョンは抜けました。はい、今のところ、先手後手使ってみてこのデッキが、ゴールドプライドとしては一番勝率は高かったですね。まあこれをゴールドプライドと言っていいのかどうかは悩みどころではありますけども、まあかなりやれる、そんな感じの手応えを感じております。はい、乗って気になる方はぜひ使ってみてください。中でめっちゃ楽しい超寿命者が詳しい人が使えばもっといい超寿命者の展開ルートがあるのかもしれませんけども、ワイはこれが限界ですので、皆さんでぜひ展開ルートを探していただければと思います。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。